皆さんおはようございます。今日も、キングダム B リング愛、えー、投降打て、打降投て、プロ野球でよく使われますが、今回は、左向打て、右攻査定、全然違いますが、実は、その大会、実はあるんです。あの、吉川隆弘、税理士事務所プレゼンツのボギングです。左向打,打,打てになってしまった大会。やはりね、いろいろ、右投げが実はわずか4名で決勝ラウンド11人中4人が、左投げが高いことがわかりました。 やはりね、オイルが原因だとか、他だとか、あとはまあ左が有利だとか、そこがわからないです。確かに左投げが多い現象がありますね。私はバックアッパーですからね、はい。右だけ左から右に曲げるスタイルだから、左だけには入りません。はい。えー、まあ、そうですね、はい。これはね、有利か不利かはそこまではわかりません。はい。野球とは全然違いますからね、はい。 というわけで以上です。バイバイ。